やっと部屋に戻ってきました。で、さっきご飯食べてね、その後いろいろあるんですけど、そこに座ってたら、そこに北海道出身のご夫婦がいて、すっごい温泉の話で盛り上がって、そしたら気づかないうちにね、2時間ぐらい経っちゃったね。今やっと部屋に戻ってでもすごい楽しい話でよかったです。で、やはりちょっと力出してまた温泉に行きたいと思います。なんとですね、部屋の窓を開けるとそのまんま雪です。うわ、めっちゃ冷たいの来たな妹がね、今雪触ってる。硬い？Холодно. Холодно. Да еще бы, да. Ой. Снег попал в комнату. Юкига, я на коне хочу. Ты. Мадога Шиманной. で、最後にお風呂も入りたいと思います。外バキよね。ここ冬の天国ですよね幸せ。もう本当帰りたくないね。ここ電波がなくてあれですけど、そう、今多分 YouTube に私の新しい動画が出てるんですけど、昨日ね、私がまだ何にも見れてないこれが温泉への道ですね。そして雪は深い、私の腰ぐらいまであります。で、その中が、ね、川なんですよね。すごくないですかこれ。うん、
この引き本当すごいね。これ屋根ですけど、積もりすぎでしょ。しかも、ここも今年は超最近まで全然、なんか積もらなかったらしいんですね。で、ここ2、3日でめっちゃ降って、まあ、いつもの量かどうかはわからないんですけど、結構積もったらしいんですよ。ここまでね。ここまでね。いや、早速、お風呂入りたいと思います。どっち行こうかな。まあ、よくとそうじゃないのがどっちもあるんですけど、ここは混浴の入り口です。今はね、誰もいないので、ちょっと独り占めにできます。やった。いいですね。深い。あと2時間でもう帰らないといけないですし、今日旅行全体の最終日ですけど、もう 悲しい。まだ全然出るな。出たくない。で、他の露天風呂もあるから、そっちも行ってみようかな。昨日も行きましたけど。いいお湯でした。そろそろ時間になりましたので、上がりたくないけどちょっと上がりました。で、外出たらすごい綺麗な雪が降ってます。映るのかな。本当に雪深くてですね、こことかもうすごくないですか。雪だらけ。私の身長よりもここが高いですね。今日は青鬼温泉を紹介しました。私は本当にこういう場所こそ日本だなぁとすごい思います。客室はそんな多くないんですけど、それがちょうどいいなと思っていて、ぜひ気になった皆さんも来てみてください。絶対後悔しない。ただ電気もインターネットもないので、そこだけまあ要注意なんですけど、デジタルデトックスっていうのができるから、それはそういう意味では本当に素晴らしいと思います。なので、まあ、こういう素晴らしい温泉の宿でデジタルデトックスしたい人は本当に必見です。はい、今日は最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。また次の雪見露天風呂でお会いしましょう。バイバイ。